にちは、カエル・ギブソンです。ちょっと考えてたんだけど、なんでまだ英語できないの？まあ自分が思ってるでしょう。なんか高校から、まあ、大学でも勉強してまだ話せるようになってないって。でもいつもなんか英語で話すとすごいすごい簡単なことしか言ってないのに、なんか通じないのね。例えば、So when are you gonna go to work tomorrow? だって日本語にするとさ、明日いつ仕事行くの？みたいな質問だけだけど、ダカ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 しか聞こえないでしょ。で、まあ早いって言うでしょ。いや、あの英語は早いよ。じゃあなんで早い英語教えないの？学校で。だってみんなそういう風に話してたら、じゃあ早い英語を勉強したら違うか。